鶴谷南は日本のプロボーラー。ジェープは第47期生。ライセンスナンバー513。栃木県出身。愛嬌ボール専属。用品契約はアメリカンボーリングサービス。左投げ。第2回次世代 P リーガー発掘プロジェクトの合格メンバー。他のメンバーには前アルミ、寺下智香、浦朝シャミ、坂本しおりらがいる。 発掘プロジェクトの合格後に日本プロボーリング協会のプロテストに合格してプロ入りを果たした。P リーグのキャッチフレーズはフレッシュサウスポー。P リーグは第52戦でデビューし3回目の出場となった第55戦で初勝利。第7シーズンでシーズンチャンピオン決定戦進出。第65戦で悲願の初優勝を決めた。第8シーズンで2シーズン連続で チャンピオン決定戦に進出、初のシーズン上を獲得した。発掘プロジェクト出身者では一番乗りを決めた。2015年は同期生の寺下智香と共に、好成績を収め、東海オープンで自己最高の準優勝に入り、2年目でトップシードを獲得した。2020年8月25日自身のインスタグラムにて一般男性との結婚を発表した。 2021年1月10日には同じくインスタグラムで第一子の妊娠を発表。ありがとうございます。